長い間タバコの火すご技ありがとうございます。素晴らしい素晴らしい声優コレクション。うわ思い出すとこう結構うるっときたり、やっぱ感動的なセリフも多いですからね。そうですね、よく20年の中から絞り出してくれたね。これだけ読んでるとかっこいいキャラだよね。いやめちゃめちゃかっこいいキャラ。これだけじゃなくて、これちなみにご自身の中で、まあ、どれもこれもちょっと思い出深いかもしれませんけども、ちょっと気になるセリフあります？あ、好きだったのはね、やっぱりオールブルーって知ってるかとかね。これはもうピチピチの夢を持った若き青年みたいな感じでしたね、すごいいい顔してる、明るい顔してるサンジの表情がポンと飛び込んで、いまだに思い出す。ルフィに言うんです、お前さ、オールブルーって知ってるかって言って、世界中の魚が集まる海がオールブルーって言うんですけどね。オーナーゼフ長い間、これはもう皆さん好きでしょうね。クソお世話になりましたわ。長い間クソお世話になりました。でもこれは何年経ってもなんかイベントのために言わされてね、喉にも負担がくるんであんま好きじゃないです。ちなみにご本人もいらっしゃるので、はい、せっかくなんでね、ナッポ生でこれをやってもらう。やってもらう。これいっぱいあるで。どれをやるの？全部おやりなさい。全部はい素直なんですね。はい、ということで、サンジの名言10連発スペシャルメドレーをご本人に演じてもらいます。聞き逃すなんてありえないっしょ。お前さ、オールブルーって知ってるか？付き合おうじゃねえか、海賊王への道。馬鹿げた夢はお互い様だ。オーナーズ長い間クソお世話になりました。いいかウソップ、俺はナミさんのためならたとえお前が死んでも構わない。タバコの火欲しかったとこだ。決闘に負けて、その上同情された男がどれだけ惨めな気持ちになるか考えろ。不用意な優しさがどれほど敗者を苦しめるか考えろ。あいつはこうなることを覚悟の上で決闘を挑んだんだ。チョッパー、一つ覚えとけ。女の嘘は許すのが男だ。だが残念、そんなロビンちゃんの気持ちを聞かされちゃ、たとえ船長命令でも俺は止まる気はねえんで。ルフィは海賊王になる男だ。ルフィ、ほらザリー号に帰りたい。どうしても逃げ出す勇気がねえ。式が始まったらもう俺一人じゃ何も止められないのに。家族だとも思わねえあのクズども、俺は助けたいと考えてる。終了。うわー、すご技ありがとうございます。素晴らしい。一つ一つのセリフが生き生きとその情感が分かるっていうか。本当ですか？なんかすごいね、やっぱり。ありがとうございます。演技力よ。そうですか。そう、演技力、やっぱり演技力。水さんは演技力です。演技力です。あの三ツ矢さんって、はい、
結構辛口なんですけど、はい、しっかりちゃんと言うんですけども、こんなに褒めたの僕初めて来ました。初めてです、はい、いやすごいですよ。あと、はい、ワンピースのすごいところも、こんなに名台詞があるのもまだまだありますけども、3時でこんだけあるんだから、もう他すごいよ。すごいですね。多分ゾロなんかもうこの日じゃないよ。おだちゾロ好きだから。いやだから嫉妬してどうすんだ。お願いランキング声優チームが大ピンチ。緑川光率いるニコニコ超会議超声優祭軍団と全面戦争勃発。お願いランキング声優チームを率いるのは三谷裕二、関智一、さらに浪川大輔、中島芳樹、神尾真一郎、そして私森久保祥太郎も参戦。歌や朗読、さらには BL も、声を使った絶対に負けられない戦いが始まる。配信イベント、お願いランキング VS 超声優祭春の真剣勝負2021、4月24日土曜夜9時開幕。チケット絶賛発売中。詳しくはお願いランキングホームページをチェックですよ。最強の声優軍団はどっちだ。